三村正和と大竹和樹と佐藤美希のサマーズのサマラジ。And now for my next number, I'd like to return to the classics. サマーズ大竹和樹です。三浦正和です。佐藤美希です。サマラジ、今週もよろしくお願いします。お願いします。この間にサマーズを3回も言ってるんですね。そうですね。チュルルルとか。まあ、一回聞き逃しても、あれ誰がやってんだ？だ、何回もね、うん、消えるっていう。ねえ。あの、一回も何も言わないでさ、そう。リモートで喋ってる人がいるもん、ね。うん、誰なんだよっていう時ある。一回言ってくんねえかなとか。そう。うん。そのピュルルジングルみたいなとこ言わない時あるもんね。うん、うん、いいかそれは。そういうことね。俺はあの、なんでこの司会者はリモートなんだろうっていうのを、うん、番組のドア頭に言ってるだけで、はいはい、途中で言わないもん。言わないよね、はい、なんかなったのかなとかさ、うん、なんか家族が濃厚接触して、言わないで、事情言わないよね、うん、ね、断るたんびに言ってほしいんだよいいよお前、その時間よりも大事なことがあるんだその説明の時間よりねえ、うん、世界陸上が終わっちゃったんだよな、俺結構好きなの、ね、世界陸上。俺も好きなので、やっぱ織田裕二さんのあの感じが好きなんですよ、はい、でもサニーはもう良かったよね。いや、いいんですよ、100m 決勝あれをね、本当夜中に見たかったのよ俺も、酒でも飲みながら、はい、ね、大体世界陸上ってさ、夜中に1万メートル知らない人が出てるなーとかと思いながら 見たり、朝やっぱ世話しないからね、朝はねバタバタしてる、仕事行ったりして、なかなかチェックできないですよね、うん、リアルタイムでは。好きなんですけどね、私はね、残念ね、落ちちゃった、うん、あとはどうですか、それでは曲いく、はい、はい、それでは1曲目参りましょう。織田裕二さんでオールマイトレジャーズ。FM93AM1242 日本放送、三村正和と大竹和樹と佐藤美希のサマーズのサマラジ。日本放送キーステーションにお送りしているサマーズのサマラジ、パーソナリティはサマーズ大竹和樹と三村正和です。アシスタントは佐藤美希です、うん、本日お送りする企画はこちら、この音なんだっけクイズ。日常でよく耳にするけど、これなんだっけ、そんな音や音楽を集めたクイズ企画となります。なるほど、うん、まあ、音といえばイントロクイズ以前やりましたが、うん、大竹さん強かったですよね。あの、うん、1音目が好きなんですよ私。1音目、最初の音デクテューンみたいな。そうそうそう、1音目はね、東京ラブストーリーの、はい、うん、それで今回私も参加させていただきますので、3人でバトルとなります、うん、なので、うん、クイズの出題は三村さんの元運転手で放送作家の坂井さんです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。出したこと、何の声出したこと、このラジオである、このないか、このラジオではないですね、はい、ではまずは音クイズいきたいと思います、うん、はい、意味が全然分かってないけど、いきなりやるのね。説明は聞けば音を聞きゃ分かんない、うん。はい、もう。何の音かね。一度は耳にしたことがある音です。ラジオの前のあなたも一緒に考えてみてください。はい。はい。はい、では、音を流します。早押しとなりますが、ラジオだと分からないので、答えが分かった方は、それぞれの名前を言ってください。自分の名前ね。はい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 、では、最初の問題。この音は何でしょう？大竹！大竹さん、ポテトが出来上がったことですね。どこ？あの、マクドナルド。早い。そうだよね。聞いたことある。フライドポテトが。はい、そっか、マクドナルド。俺あの信号かと思った俺。ああ、はあはあ。あんがあの。ポテトですこれ。ええー、ほら全然聞いたことないこれ。マクドナルド、三村さん結構ね食べてますけど、うん、俺より食ってんじゃない？マック好きなのよ。でも行かないもんね。買いに行ってもらうか。配達してもらう、だから。もう、わかりました。わかりました、意味がね。はい。はい。はい。この音は何でしょう？大竹。うわ、早い。大竹さん。新幹線の到着する前の音。
東海道新幹線の車内チャイム。ドゥルン。車内で流れる。わかるわかる。座ってて流れるやつ。そう。東海ドライ。ちょっと、ごめんなさいね。大竹さん、ちょっと、すいませんね。はい。大竹、はいって言ってから、少し考えてないですか？ちょっとありますよね、まだ。やってないですよ、はい。完全に分かってからやってほしいんですよ。いや、それやってないつもりなんですけどね。ちなみに、今回、なんて言っていいか分かんなかっただけ。お手つき、間違えると、一回休みとなります。なんなの、はい、はい。はい。ちょっと今のもう分かんなかったでしょ、でも。で、もうちょっと聞けば分かったのかもしれないけど、はい、早いんだよね、やっぱ。早いんですよ。だから、その速さが、すぐ新幹線のって言ってくれればありがたいんだけど、って言ってる間に、考えてんじゃないかな。言葉なんて言えばいいか分かんなかったね。分かってんだけど。分かりました。新幹線のっていうのを先に。ちゃんとちゃんとね、うん。新幹線のって言えば、その後、でもいい。第一声を言わないといけないです。いや、分かってる。はい。はい、では3問目。この音は何でしょう？うわ、そうだ、知ってる。はい、おたけ。はい、ああ。どっち？じゃあ、佐藤切りです。佐藤でいいですか？はい。お風呂が沸きましたのチャイム。そんなの人それぞれじゃねえの？いや、だから、オーソドックスはこれ。人それぞれに違うよ。いっぱいある。てんてんてるるる。いやいや、俺んちは、お湯が沸きました。お湯か。ちなみに俺んちは今何も言わないから。これ自力でお湯止めなきゃいけない。当たり前なの、これ。だいたい俺もいくつかマンションを経由してきましたけど、はい、この音鳴ります。マジか。だいたい2パターンぐらいしかない。2パターンぐらいしかない。はい、確率が高くこれ。俺んちは今何にも言わないから。俺んち古いのかな、じゃあ。いやいや、一般民の家だとならない可能性もある。でも取り付けてる会社にもよるかもしれない、ね。あ、そうかもしれないですね。お湯が沸きましただよね。そっちも。お風呂が沸きました。そうそう。うん。もうちょっとさ、はい。俺にも分かるやつにしてもね。ドミマさんね。俺マットじゃない。悔しくもなんともないのよ。初めて聞く。これ、おそらく聞いてる皆さんはもう、一回は絶対聞いたことある。そうでしょうね。私は。そう。私は分かりますよ。別に俺浮世から離れてるわけではない。そうです。で、続いては、三村さんも聞いたことあります。はい。の、ちょっと懐かしい音。この音は何の音でしょう？はい、大竹。はい、大竹さん。ブブゼラ。正解です。おお、すげえ。ね。俺、暴走族かと思っちゃった。サッカーね。何大会だっけ？ 2010 年、南アフリカ。南アフリカ大会。列車とかと思うんです。見てるかもブブゼラ難しいよ。ブブゼラ。2010年ね。これやっぱ三村さんも分かりますっていうのは俺の中でヒントだっていうから。三村さんが吹いてましたから、ブブゼラ酔って。その記憶があるんで。ブブゼラ吹いたまま酔っ払ってどっかに運ばれたけど。そうです。怖いですね。コマノって誰だよって言いながら。それがヒントになったかもしれない。俺の中では。はい。はい。ちょっと続いても、思考の違う問題になります。はい。このブロック最後の問題。はい、音ではなく声です。声？はい。これはちょっと、あるメールから、端を発しまして。ラジオネーム、グローブは友達さんから、ナイスのコーナーでこんなメールをいただいていました。日本放送ショーアップナイターの解説者。真中さんと山本さんの声がすごく似ています、うんうん、どちらが解説しているのかわからなくなります真中さんって元ヤクルトの監督のね山本マサさん、ね、山本マサさん、うん、はい、野球好きのサマーズの二人も聞き比べてみてください、うん、はい、はい、どっちを言えばいいのこれはどっちかってこと一番が一番がどっち、うん、はい、いいでしょう、はい、一つずつ流しますので聞き終わってからはい丁寧に投げてるのは伝わるんですけども柳の意図してるボールよりは若干外れてるようなボールが多いですよねなるほど少しずつですけど、はい、柳のね、はい、コントロールが微妙に狂ってますよねですよね、はい、すごい今柳がね、はいはい、ちょっとタイミング外してクイック気味に投げましたよねなるほどね坂本に対してねああちょっと打ち損じでしたかね高めの、ね、変化球だと思うんですけどね、はい、うん、言わない、はい、あ、はい、でもいや分かるよ分かるよね全然違うよでは2人目二人目、お願いします。一つ特徴がね、ええ、変な連敗しなくなったんでね。あーはーはー。だから今日は、報いなきゃいけない試合ですから。いいですか、はい、はい。ああ、もう皆さんあげちゃった。はい、三浦さん。一人目が山本松さんで、二人目が真中さん。ちょっと待ってください、俺逆です。え？マジで？そっくりじゃね？俺は一人目が、真中さんで、二人目が山本松さん。え？正解は？
このクイズ大滝さんの正解です。ほら、こちら真中さんですね。うん、すげえ似てない？似てるけどやっぱ違うね。丁寧に投げてるのは伝わるんですけども、柳の意図してるボールよりは若干外れてるようなボールが多いですよね。一つ特徴がね、変な連敗しなかった。山本さんって決めつけちゃった。だから今日は一つ一死、うん、報いなきゃいけない試合ですから。ですね。はい。似てるけどね。相当似てたね。で、真中さんがすぐ分かったから。はい。俺よく解説者の、この人に似た喋り方するなってしょっちゅう思ってんの、ここ。うん、わかるわかる。ね。誰だってよく当て合ってんだよね。うん、矢沢健一さんかなとかさ。だから、この真中さんも、ちょっと特徴似てんなと思ってた、俺も。マサさんと。ちょっと優しい喋りなんだよ、二人とも、うん。マニアックすぎだろうよ。マナカって。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中。サマーズのサマラジ。FM93。AM1242 日本放送井村正和と大竹和樹と佐藤美希のサマーズのサマラジ。本日はこの音なんだっけクイズをお送りしています。うん、ここまでの成績ははい、はい、大竹さんが4つ正解、うん、はい、佐藤さんが一つ正解、うん、はい、皆さんがゼロ、うんと、うん、でもなんか不思議と悔しくないなんだろうな、俺もう諦めてんだよ。この手のクイズダメかなって大竹さんが強いですが、強いですね。はい、では引き続きクイズの出題、坂井さんお願いします。はい、はい、ここからはですね、この声誰だっけクイズになります。だから結局わかんないよね、これも。俺これも、まあ、大竹さんの方が強い。あ、そう。声、ね、じゃあ本人が歌ってない歌を歌うってこと？はい。そんなのあんだ。カバー曲であったりとか。はい。こちらも早押しです。はい。分かったら自分の名前を言ってください。はい。はい、では、この声誰だっけ？一問目。まずは、昭和の名曲、小林明子さんの恋に落ちて歌っているのは誰でしょう？うん。もしも願いが佐藤。はい。徳永英明さん。おー、すげえ早い。女性かと思ってた。あ、本当だ。アルバムこれ聞いてました、カバー曲の。これはやりましたね。女の人かと思ってたよ。確かに最初ね。最初女性かと思いました。うん、またこいつトンチーカンのこと言うんじゃないか。すごい。でもいいんですか、ちょっと長かったですけど。今のは、まあ、佐藤って初めてやったんで、許す。おまけです、うん。ありがとうございます。あと、他の人が全然わかんなかったから。なるほど。俺も大竹も。はい。はい。では、続いては、騎士団のワンナイトカーニバル、歌っているのは誰でしょう？ワンナイトカーニバル。はい。はい、三浦さん。高田久美。あー。え？違います。はい、はい、大竹。はい、大竹さん。浜崎あゆみ。正解です。うわもう、高田久美でも正解じゃない。ちょっとやっぱ特徴的だもんね、ハマちゃんが。はい、ということで大竹さん正解でした。お前かーまーんってね。高田君も同じだよね。ちょっと違う。真中さんと山本真麻ぐらいの違いで。まあ、そうね、そこまでも似てない。はい、では続いては松田聖子さんの瑠璃色の地球です。歌っているのは誰でしょう？夜明けの来ない夜は。はい、大竹。大竹さん。これも分かったかも。中森明菜。そう。ね。これは分かるね。クイズのダメな人になっちゃった。ピンポン鳴る前に、そう。そう。一番嫌がられるやつ。回答、俺も知ってました、アピールね。俺一番嫌いなの、それ。いいです、夢中っていうことで。それになっちゃったよね。はい、ということで正解、中森明菜。ただそうって言われた本人、はい、そんな嫌じゃない。いや違う、これ分かった。司会やってる人が嫌い。ああね、これ嫌だ。まあ、そうって言うのはこっちでピンポン。まだピンポン出してねえんだよ。司会やってるだけでね。はい、クイズの。では続いてはですね、コーラスの部分に注目して聞いてください。メインで歌っているのは竹内まりやさんです。おう、コーラスが誰か。 そのコーラスは誰でしょう？ラララララ
生です。当ててないことになるね。そうだよね。今もうすごいってヒントでもう当てるしかない。今もうすごいってなん、正解はですね、薬師丸ひろ子さん。あ、じゃあ歌歌ってる人じゃん。そう、この歌いただいた人だよ。知って聞くとそうだ。今の流れで薬師丸ひろ子さん頭にない。ちょっともやっとするね。もやっとボールだね。失格だね。失格、失格を。はい。うん、続いてが、最後になります。え、はい、最後の問題。はい。荒井由実さん、ユーミンの飛行機雲、うん、歌っているのは誰でしょう、うん、白い坂道が三村。はい、三村さん。八代亜紀さん。違うでしょ。違います。ついていた、ゆらゆら、かげろうが、あの子を包む。はい、大竹。はい、大竹さん。トシさん。正解です。ああ、そうだ。なんか聞いたことあるね。トシさん、はい、高音だもんね、このやっぱり。そうですね。あの子も命は、うん、はい、ということで結果はですね、はい、はい、三浦さんが0、うん、佐藤さんが2、大竹さんが7。でもこの大会やるとき俺欠席でいい。大竹さんの優勝です。この大会全然面白くない。全然わかんないんだよ。ちょっと考えます。なんか、やり方を、はい。私好きなんですよ、この音の。はい。はい。はい。ということでね。はい。よかったと思いますよ、なかなか。コーラスのとこだけね、ちょっと変なの。ね。あと、女優さんの歌声ってやっぱさ。そうそう。歌でこのセリフを喋ってる女優さん誰とかの方がいい、ね、そうそうそう、うん、歌で特徴を出してないから、そう、そこ の、 あのダメ出しだけは強い。みんなまさかすと大竹和樹と佐藤美希のサマーズのサマラジ。三村まさかすと大竹和樹と佐藤美希のサマーズのサマラジ。サマラジではあなたからのメッセージを待っています。番組のホームページにあるメールアドレスをクリックすると簡単に送れます。アドレスを打ち込む場合は sm@1242.com sm@1242.com です。普通歌ありですかなしですか、ナイスを狙え。参加できるものがあればどんどん送ってください。この番組はラジコのタイムフリー機能で聞き直しができます。日本放送キーステーションにお送りしてきたサマラジ、お別れのお時間でございますね。あのね、なんでしょうね、ちょっともうちょっと深いやつで欲しいね。浅い、なんだあのポテトの鳴る音とかさ。ああ、なるほどなるほどね、うん、知ってた当たり前の感じに、うん、ね、いやもうちょっとなんか知ってそうなやつあんじゃんか、うん、なんかね、うん、もうちょっと分かんない、ま、知ってる中で出なかったら一番いいんですよね。うん、うん、だからなんかよほら、どっちが女の子が
パンツ履いてる音とか水着履いてる音どっちでしょう。さすがですよ、どっからでも打ち込んできますから。木村さん向けの、うん、冬用の布団をかけた時か、それもなんかすっきりしねえだろ。正解言われても、まあ確かにじゃないんだよ。誰もわかんないよねそれね、うん、ラーメン食ってる音かつけ麺食ってる音か、いや難しい、工夫は欲しいってことですね。そうです。ただどうまだやりますか、 もしチャレンジ、やりましょうよ、やりますか。だから自分の足で稼いできた。この音取ってきた。昔の音工さんのシステムですね。はい、ではお別れの時間です。最後に大竹さんからまとめの一言をよろしくお願いします。やっぱり難しいですね、音の問題はね。でも楽しいですね。音派じゃないのかな俺は。でも楽しい。そうですね、ありますね、ということで来週もお願いいたします。この時間のお相手はサマーズ大竹和樹と湯野正勝と佐藤美希でした。どうもなら。